ちょっと背中してくれる？こちょこちょ。うん、いいね、こちょこちょしちゃ。わーい、やった、だってかわいい。うん、そこそこハウって言ってる。うん、あ、いきなりかい。ちょっと待って、おお、あ、強い。ちょっと待った、これは強いぞ。ちょっと待って待って待って、え、早くない？ちょっと死んでるんですけど。よかった、アテネの水買っといて。では古代編やっていきたいと思います。あっちのなんかホラー穴的なところも気になるけど、まずはカジャール、町の中に入ってみたいと思います。おー、町というか神殿的なものだね。そして町の案内人がいる。魔術都市、へー、都市なんだ。あ、研究所でもあると。うーん、なんかかっこいい像があるけど、こっちから行ってみようか。光の民、うん、そうかもね。あ、不思議な優しさ、ブリエルの優しさ出ちゃってるんだ。ジール女王には2人の子、サラ様とジャキ様。うーん、サラ様ね、バラ色。あの、あれ、ジャキ様はどうなの、うん、ジャキ様の情報はないのか。こんにちは。うん、猫、猫、あれ、なんか猫連れた子いた気がするな、そういえば。あれ、これなんかヒントくれてるんじゃないの。水はさっきの本のビョーって開くと術みたいなのが現れるやつ。水は風を呼んで、風は火を踊らせる。水、風、火ね。水、風、火。水だよね、これね。水だと思うんだよね。水、ジャバーって言ってるし。水、これ風でしょ？風、キランってなったのは、今回復の泉に突っ込んじゃったから。火。お、やったー。じゃああっちも同じ？すごくない？ちょっとブリエル一回で当てたよ。よし、突入していきましょう。ゴーゴー。あれ？入れた。あ？あー、これはブリエルのお家にあった、あったというかぬいぐるみ？得体の知れないものを見つけてしまった。と思ったら中から黒の石が出てきた。あ、本読めた。不思議な赤石。あ、これはドリストーンだね。うん。愛と憎しみ。あー、ドリストーンか。原始時代の石だよね。てか、この盾、あの、なんていうの、彫刻、彫像、めっちゃ怖いな。なんだろうね。黒の石。ゲットしたけど、特にこれ以上なさそうだよね。洞窟に行くのかな？てか、どういうこと？これあれだもんね。さっきのところでももらえるのかな？まあ、とりあえず、こっちの洞窟も気になるから、行ってみますか。これも、下か上に行けるのかな？お、出てきたぞ。あ、上に来た。もう一回。はい。どんどん上に行くんだね、きっと。わー、面白いね。小さな洞窟を抜けて、お！宮殿、一番高いとこ来た。わー、なんか、音楽が邪悪なんですけども。はい。すごい、映画を誇ってる王国みたいなこと言ってるな。すごいよ、世界の中心だって。わー、邪悪ってわけでもないのか。ちょっと、荘厳な音楽って、何？ちょっと背中
してくれる？こちょこちょ。うん。いいね。こちょこちょしちゃ。わーい、やったー、だって。かわいい。うん、そこそこ。はうって言ってる。ははは。うん。かわいいよ。ぬーのこちょこちょポイントを見切った？なんかいいことあんの？そりゃ。なになに？ちょっとかわいいな。こちょこちょしてあげるよ。うん、しちゃうしちゃう。これ3回ぐらいやったらなんかお礼もらえないかな。見切っただけなの？3回してみた。ダメだった。ちょっと嫌って言ってみよっか。いや。ケチンボ、この顔。これはこれで可愛い。うん、好き好き。うん。ジョー様なんかさっきからちょこちょこ、怖いこと言ってない？うん。え？不思議な若木。うん。賢者様。いや、どこかにこっそり植えた方がいいよ。そうだよ、そうそう。うん。あ、これは未来へのフラグが立ったんではない？てか、ブリエルにも一個ちょうだいよ。あ、そうなの？天の国で満足してる人だけではないのか。え、どうしてくれていいの？魔人鬼の前続く？魔人鬼？あ、こんにちは。預言者って誰だよ？うん。預言者って誰だ？全然想像つかないんだけど。あ、あなたですか？うわ、ラボスエネルギーって書いてあるよ。は？はい。ちょっと見たいですね。え、いいんですか？見ても。うわ、こんにちは。ラボス様って。これドリストーンかな？プチッとな。あれ押せないの？押せない。何もできない。うわー、ここ、ちょっとやばめなものを信じてる、教祖様と、みたいな感じになっちゃったね。あれ、あなたたち、どうしてるかな？命の賢者。グラン兄ちゃん。あれ？君たちもしかしてグランドリオン？だね。え？ドリーン姉ちゃんまたエンハーさんに遊びに行っちゃったね。姉ちゃんは夢が好きだからな。あ、やっぱり君たちグランとリオンだよね。へえ。なんでここにいるの？女王の間に続くって言ってるけど行っていいの？うん。ああ。王様が変わっちゃったことね。みんな気にしてるね。お休みの間？お、どういうこと？あ、なんか、きっとあれがジャキ様？だね。あれがサラ様か。あ、なんか、かわいいじゃん。美人フラグがビンビン立ってるよ。ブリエルのクールビューティー、女子のセンサーがビンビンしてます。うん。わあ。素敵。なんか頭良さそう。うん。いやー、なんかこう、ちょっとフラグが立っちゃうからそういうこと言うとさ。なんか嫌なフラグ立つよ。そういうものを渡すと。うん。ジャキ様。鋭い。そして猫ちゃんを触らせて、ブリエルに、その紫の。わ、どかされた、なんか。言っちゃダメだよ、多分。なんか嫌な予感するし。あ、サラ様が言ってしまった、でも。猫ちゃんに、あ、猫ちゃんスルーしちゃった。あれ？猫ちゃんには話しかけられないんだ。
そうなの。バレた。猫ちゃんにめっちゃ話しかけてるの。そうなの。こちょこちょできるのはあの子だけだったのかな。うん、そうだね。じゃあゴーゴー女王様。あ、サラ様だ。ん、アペンダントで開けると。あれ、これ不思議な、なんか宝箱のあれに似てるよね。ちょっと話しかけてみよう。なるほど。魔人鬼に祈るとペンダントが不思議な輝きを放つと聞きましたが、あれ、ここもしかしてマールを連れてきた方がいいの？なんでだろう。魔人鬼に祈るとって言ってたよね。さっきちょっといい？通してもらうね。ここで祈ればいいのかな。マール連れてこなきゃダメとかそういうことある？大丈夫だった。別に王家のものじゃなくても使えるんだ。これで多分通れるようになったんではないかな。行ってみましょう。へー、祈る。もう魔人鬼からなんか力を吸収したんだね、きっと。やった。エイラ行く。ガンガン行こう。確かに何が出るのかな。あれがちょっと、あの後ろ姿どうよ。なんかあのフードかぶった人、ある意味魔王っぽくない？何者だ。確かになんかすごい、ちょっと待って、魔王じゃない？なんか魔王っぽいんだけど。賢者ども、ああ賢者さんたちも女王に意見しちゃったの。あ、ダルトン、いたいた。わっ、ちょ、戦いフラグが、セーブポイントなかったじゃん。いきなりかい。ちょ、あ、強っ。ちょっと待った。これは強いぞ。ちょっと待って。え、早くない？ちょっと死んでるんですけど。よかった、アテネの水買っといて。ちょっと待って、そういうことじゃないな。ちょっと待って、回復しないとこれ、やばい気がするわ。これは、負けるの確定イベントか？だね。だって強すぎるでしょ。どうやっても勝てなかったと思う。そして、これ勝てなかった時に、例えばこう、レベル上げしてもう一回挑戦とかもできなさそうだしね。あー、捕獲イベントだったらしいです。ジャキ様、怖いこと言っているね。あら、優しいサラ様。どんな可能性を見出したの？弱かったじゃん、ブリエルたち。弱々なブリエルに希望を託すとは、よほどの人材不足と見えますな。うん、いいの？ありがとうね、命の賢者様。うん。嘆きの山に幽閉されて。はい。え、やだやだ、いきなり来た。やっぱり魔王じゃない、この人。ん？あ、にゃんこ。
ニャンコも味方してくれるの？プリエルたちの。うん。あれ、どうやって来られたか？おう。みんなついてきちゃったね。え？わ。でも逃がしてくれるってことなのね。魔王はここに、勝手にもう魔王だと確定しちゃってるけど。残って何するの？ねえ。魔王は何が目的なの？じゃあこれで、古代には来られなくなっちゃったの？あ、なんか思い出してきた。これなんかさ、現代にほら、三角のピラミッドみたいなのがあったから。サラ様、大丈夫。泣かないで。ブリエルたちは必ず戻ってくるよ。多分。なんかフラグがビンビン立ってたし。うん。臭いぜって言っている。あ、ラボスの力。あー、確かに、吸い取ってたね。うん。あ、紋章のついた扉？扉というか、宝箱は覚えてるんだけど。あ、あ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 りがとう。忘れた。ブリエルのために。案内してくれたんだね。うんうんうん。はいはいはい。はい。ああ、この子もいたね。ヌーだっけ。うん。行こう。あそこは、ロボの世界だよね。もう反応しないのか。ここどこなの？そして。ん？あら、まあ、古代に戻してくれたの？あ、ここから入って、古代に行ったから、原始時代に戻してくれたのか。なるほど。よし。でも、かなり良き時間なんで、今日のところはこれぐらいかな。ジールでの冒険を終え、次回は久々な未来フラグですね。そしてクロノトリガーといえばな、あの乗り物、あれもゲットできそうなのでお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。ではさよぶりー、ぶりぶりー。